あちんちよくそどうも、あちです。よろしくお願いします。ということで、今回も、第2回 YouTube 講座ということでやっていきたいと思います。まあ、前回の動画がですね、そこそこ好評いただきまして、また何かしら作ってくれと、いうことで、今回もですね、結構ホットな話題で、今回はね、扱いたいなと思います。前回が、まあ、YouTube のお金の仕組みなんですけれども、そこから派生しまして、今回は、切り抜き動画、最近めちゃめちゃ流行ってると思うんですけれども、この切り抜き動画についての、解説っていうのをやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、僕の自己紹介は、前回のテロップ使っておいてください。はい、10年ぐらいね、もう YouTube とか、やっておりまして、まあ、7年ぐらいはもう YouTuber 一本で、生活をしております。はい、第一線で一応頑張っているということで、今日は切り抜き動画というね、話題でやっていこうかなと思うんですけれども、最近結構ね、もう、皆さんもだいぶ目に触れてること多いんじゃないかなと思うんですよ。ショート動画とかもそうですし、動画とか生放送の、まあ、面白いところを、まあ、切り抜いて、それを動画にして出すっていうことが、まあ、切り抜き動画のね、大元でございます。なんでね、切り抜き動画すごい伸びてるかっていうと、これまあ面白いところを、まあ、切り抜いてるんですから、みんな見るよねって面白いんだもん。だって。動画が面白いんだから、まあみんな見るよねっていうところで、まあ切り抜き動画っていうのは再生されていると、いうようなことでございます。で、切り抜き動画が伸びた原因として、よくあるのが特別な技術とかセンスっていうのが、まああまりいらないっていうのがね、非常に、重要な、流行る要因になったんじゃないかなって僕は思っております。で、まあ、お金を稼ぐことができる。まあ、最近も、まあ、なんか、切り抜きとか昔はね、結構違法というか、違法というかね、誰が勝手にやるみたいなのが多かったんですけど、今じゃあもう、公認でお金を稼ぐことができたりします。で、あとはですね、短時間で見やすいんですね。生放送が1時間あったとして、まあ、その中の面白い4分とか5分ぐらいを切り抜いて1個の動画にするっていうので、まあ、見れなかった生放送をね、見た気になれるっていうところで、まあ、非常にそこら辺に関してもメリットもあるということで、切り抜き動画最近めちゃめちゃ流行ってると思いますね。で、今回、こっちに紹介した要素をですね、もうちょっと詳しく、解説していこうかなと思います。はい、切り抜きで、まず稼ぐために、っていうところなんですけれども、昔は、何でもかんでも違法というかね、無許可でできてたっていうところだったんですけれども、最近だと、基本的に許可が、必要になってきます。あまりこう、無断でやったりとかは、しにくくはなってきているので、まあそこはだいぶ注意だと思います。で、この場合ですね、金額っていうのも、かなり大元から、相談ということで。例えば、収益100万円もらいました。で、大元が7。で、切り抜きした人が3みたいな感じで、まあ、割合とか、いくら稼いだとか、まあ、固定給のところもあれば多分、歩合とか、まあ、そっちが多いと思うんですけど、稼いだ額に応じて、何対何とかで分配するっていうのを、まあ、相談して、まあ、決めることが多いんじゃないかなと思います。で、意外とですね、これ人気がある人じゃないと再生されないのってね、思う人いると思うんですけれども、意外とそうでもなくてですね、全く知らない人の切り抜き動画の面白い場面とかが、こう、見たことある人っていうのは多いと思うんですよ。この人誰なんだろう？でも面白いな、みたいな。だから結構切り抜き動画っていうのは、やっぱ面白いところの詰め合わせなんで、なんだろうな、昔テレビで言う面白名場面集みたいな。ああいう感じで知らないけど面白いみたいなんで、結構ね、誰の切り抜きをやっても、まあ、ある程度再生される可能性はあるっていうのがね、切り抜き動画のすごいところかなって思います。で、さっきですね、特別な編集技術とかセンスがいらないっていう話をしたんですけど、まあ、というところでも、誰でもね、最初の初歩的な、例えばカットとか、まあ、テロップ入れるぐらいのね、初歩的な編集ができれば、誰でも切り抜きっていうのに参入する、できるっていうところがですね、まあ、その手軽さっていうのがかなり、切り抜きチャンネルが増える要因になってるかなと思っております。ただ、これね、もちろん誰でもできるんですけど、結局、最初は10人ぐらい、ね、カットとテロップだけでいいや、ってやってたら、100人、200人、300人と、どんどん切り抜きチャンネルする人が増えていって、そうなると結局、ちょっと編集技術がもっと、より高度なね、編集技術が求められたりするので、ちょっと最近は、ちょっと誰でもできるからやっても、切り抜き動画だからといって伸びるってことはね、なかなか難しくなってきております。はい、切り抜き動画でも、切り抜く人の、まあ、個性とか技術が、求められているという時代に、またなってきたのでね、かなり難しくなってきたんじゃないかなと個人的には思っております。で、その点で、あと、切り抜き動画で、稼ぐのにめちゃめちゃ難しい点がありまして、これって、見る側の視点からすると、別に誰のチャンネルでもいいんですよね。切り抜き A っていうチャンネルと、切り抜き B っていうチャンネル
と、まあ、切り抜き C っていうチャンネルもあったとするじゃないですか。でも、見てる側からすれば、別に切り抜き A のチャンネルだけしか見ませんっていう人多分いないと思うんですよ。別に A のチャンネルでもいいし、B のチャンネルでもいいし、C のチャンネルでもいいっていうところで、やっぱ競合相手がどん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 増えていくと、やっぱ自分のチャンネルの、まあ、再生数っていうのはちょっと安定しなくはなってくるのかなっていうので、やっぱそこが難しいところなのかなと。例えば、もう、1本動画が伸びることはあるけど、2本目からは1000再生しかいかないとかね。1個10万再生あるけど、なんか他の場面切り抜いても500再生とかしかないみたいなのが結構あるのが切り抜きチャンネルなんで、収益はだいぶ安定しないのかなっていう感じがします。次ですね。最後ですね。ここのページ。切り抜く人に全部依存しちゃうっていうのが切り抜きチャンネルの、まあ、ポイントの一つですね。例えば僕のチャンネルを、まあ、切り抜きたい人がいますと。まあ、僕基本許可出してないんですけれども、まあ、例えば僕が許可を出したとして、まあ、金額、ね、何対何でやりましょうって言って、でもその人って僕の切り抜きチャンネルをやらなきゃいけないから全部僕に依存するんですよね。だから僕が面白い動画を上げないと、面白い切り抜きっていうのは生まれないんですよね。そこっても編集でどうにかなる内容じゃなくなってくるので、もうとにかく、その切り抜く相手に、全部依存。面白さを。面白さとかセンスとか。もうそういうのを全部依存するので、自分でね、面白くしちゃうというのができないのでね、入りやすいんですけど、入ってから結構振り回される感じの、まあ、チャンネルなのかなと思います。じゃあちょっと裏面いきましょう。さらにちょっとここの内容を深掘りしてますので、はい、そこ詳しくねやっていきます。切り抜きっていうのは人に依存するコンテンツですよっていうところで、まあ僕のことをね、じゃあ切り抜きたいと、いう人が切り抜きチャンネル、あつしチャンネルの、まあ、切り抜き、うちの猫たちの動画とかを、動画とか生放送から、まあ、切り抜きしたいですよっていう人がいた場合の前提でちょっと話していこうかなと思うんですけど、まずやっぱ全ての生放送と動画をまあチェックしなければいけない。これが自分の好きなね、配信者だったり YouTuber だったらいいんですけど、やっぱお金を稼ぐためにね、あんまり知らない人とか、自分の好みに合わない人とかのチャンネルを切り抜こうとすると、効果結構ね、きつくなってくるんじゃないかなと。で、最初はね、カットとかテロップ付けぐらいの技術があればいいんですけど、やっぱ競合他社が増えてくれば増えてくるほど、編集技術っていうのが、さらに必要になってくると。ここら辺もかなり厳しいところなんですけど、突然収益率が変更になる可能性もあるということで、まあ最初はね、5対5で例えば100万円稼いだら50万円渡しますっていう契約をしてても、まあ切り抜きチャンネルがめちゃめちゃ大きくなってきて、月にじゃあ1000万稼げますってようになりましたってなったら、多分収益率、最近ちょっと稼ぎすぎだねみたいな感じで、多分収益率下げられるってパターンはめちゃめちゃあると思います。ここら辺は。なんで結構ここって文句も言えないんで、そこに関しては。まあここに関してはね、かなりちょっと、まあシビアな話なんで、まあこういうやり取りをしなければいけないっていうのが結構ストレスになってくるんじゃないかなっていう気がしますね。で、あとは、最近流行ってるんですけど、過激なサムネとか、あと変更報道。例えばまあ、ちょっと女の子とか、女の子の配信者とかを、まあ切り抜くときに、ちょっとやっぱ、一言ポロって言った、ちょっとエッチな内容とかを、まあサムネにしたりとか、あたかもそういうことを詳しく言ってますよみたいな、内容に編集しちゃう。そういうので、まあ結構 NG。もう、じゃあもうそういうことするんだったら、うちのチャンネル切り抜いちゃいけませんみたいなのが、もう最近ありました。はい。結構あります、こういうパターン。変更報道でちょっとイメージ操作されちゃうっていうので、わっ。はい。まあそういうので、ちょっと突然もう切り抜き自体を止められちゃうっていうパターンが、あるので、まあそこら辺も注意しなきゃいけないということですね。で、あとはもうそもそも許可を取れないとかね。この人の切り抜きチャンネル私好きでやりたいんですけどって言っても結局ダメとか、まあ収益化しないならいいですよとか、収益もう全部渡してくださいとか、まあそういう感じでちょっと、まあそもそも自分の望む条件で、切り抜きさせてもらえないというパターンが、あるということで、やっぱここら辺を見ても、切り抜き対象にもう1から10まで、まあ1から10は言い過ぎだけど、もう全依存しちゃうっていうので、まあ始めようとね、いう人はもうここをちょっとしっかり念頭に入れてやんないと、結構ね、足元救われちゃう場合があるかなと思いますんで、ここはちょっとね、頭に入れておきましょう。よいしょ。足入れてきた。で、この人に依存するコンテンツということで、ここら辺が守られなかった場合、突然 YouTube のチャンネルが、バンになります。はい、これね、とっても簡単です。これ、YouTube やってる側、チャンネル運営してる側から言うと、ワンクリックで人のチャンネルってバンできるんですよ。自分の、例えば、切り抜きチャンネルってね、自分のチャンネルのコンテンツを、まあ、使ってるチャンネルっていうのが、結構、もう普通に、あなたのこの動画と一緒の動画上げてる人いますよ、みたいな感じで、YouTube 側が教えてくれるんですよ。で、それが例えば、自分が許可してない切り抜きだったりとか、
まあ、天才、動画の天才、僕もされたことあるんですけど、なんか海外のよくわからん人に、あの動画の天才、なんかタイトル変えられて、なんか猫があだこうだみたいな動画を上げられたことあるんですけど、これワンクリックでチャンネルバンできます。何やってんすかつって、あの、チャンネルバンすることができるので、あの、だからもう、そういう偏向報道とか、切り抜き対象をちょっと悪くした内容というか、そういうのを上げた瞬間に、あなた何やってるんですかつってバンされる可能性が非常に高いです。っていうので、まあ、人に依存するコンテンツということで、やっぱね、さっきまでの説明見てもらった通り、やっぱモチベーションの維持って非常にね、難しいですよね。全部のね、生放送とか、動画をチェックしたりとか、収益率がいつ変更になるか分かんないとか、まあそういうのでこう毎日、まあモチベーションの維持っていうのが大、めちゃめちゃ大変と。で、あとはさっきちょっと言ったんですけど、自分からコンテンツ力を上げれない。結局その切り抜き元の人が面白くなければ、どんだけ切り抜いても面白くないよねっていう。はい。自分でも編集だけで動画を、その切り抜き動画を面白くするっていうのがなかなか難しい。限度があるっていうので、かなりちょっと。ここも人に依存するかなっていうところで、まあ、切り抜き動画っていうのは、まあ、切り抜き対象に、もう本当に命を握られているかのような、まあ、そういうチャンネルですよっていうのを、まあ、ちょっとね、理解しないと、切り抜き動画で、まあ、稼いでいくというか、切り抜き動画を、まあ、続けていくっていうのはね、難しいんじゃないかなっていうところで、はい。まあ、そこが軌道によればね、こう、ウィンウィンというか、切り抜き動画がバズって、まあ、元のチャンネルも、バズるみたいな相乗効果が生まれるので、どっちも成長できるような感じのね、いい関係になっていくので、切り抜き側も切り抜かれる側も結構こう、結構連携してやった方が僕はいいのかなっていう感じです。ということで今回は、YouTube、最近流行ってます、切り抜き動画。まあ、ここ2、3年、やっぱコロナ禍で、こう、ライブ配信が増えたっていうのがね、大きな要因なのかなっていう。まあ、ひろゆきさんの切り抜きとか、あとバーチャル YouTuber とかね、生放送主体の人がたくさん出てきて、やっぱそこから面白い場面を切り抜くっていうので、まあ、切り抜きチャンネルっていうのがね、だんだん、どんどん発展してきてるんですけど、まあ、そこの、まあ、仕組みとか、あとはま、どういうところ、もしやるとしたらどういうところに注意したらいいのかっていうのをね、今回は、説明させていただきました。切り抜き動画のね、まあ、仕組みが、これで少しでもね、分かっていただけたらなと思います。まあ、一番大事なのはやっぱこう、切り抜きますよ、どうぞっていうその多分許可取りとかで、やっぱ直接本人とかにまず連絡をしなきゃいけないっていうね、そこのハードルとか、あとは、そこの所属してる事務所が、もう切り抜きを全部一括管理してるとかね。まあ、そこら辺はちょっと、切り抜く相手によって全然条件も変わってくるので、まあ、そこら辺を、まあ、大体クリアしてる人が切り抜き動画をやってるっていう感じですね。まあ、なんか自由にしていいよって、ひろゆきさんなんかは、自由にしていいよ派だったから、めっちゃ切り抜きチャンネルあるみたいな。収益も取らないし、もう自由にやってくださいって言って。まあ、切り抜きが決まれば僕の知名度っていうか、チャンネルも伸びるんで、みたいな。ほら多分そういうスタンスだったと思うんで、まあいろいろ人によって条件も変わると思うので、はい。まあいろんな形で今発展中の、まあ、コンテンツというような感じになっております。はい、ということで第2回はね、切り抜きチャンネルについての解説をさせていただきました。ちょっとわかりにくいね、わかりにくいところがあったら申し訳ございません。ちょっともうちょっと勉強します。はい。ということで、第3回とか、やってほしい内容があれば、ちょっと僕の分かる範囲じゃないと、ね、もちろん無理なんですけど、なんか、あればぜひ、ちょっとコメント欄とかで、これ解説してくださいとかあれば、やるので、よろしくお願いします。はい。ということで、本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ということで、バイバイ。よし。いいで。